よく来たな。すまなかった。苦労をかけたな。今日は、おやすさんに報告したいことがあって来ました。多分おやすさんは、俺の言うことに反対します。それでも俺は、そうか。おやすさんには俺がこれから言うことわかるんですね。ああ。だが、できるのか、カズマ。覚悟はできてます。おい、キリュウ、お前どういうことなんだ。ちょっと錦山くん、急に大声出さないでよ。お前、堂島組に復帰したってマジか。え、今日風間の親さんの面会に行ってきたんだろ。復帰のことも話したのか。さっき風間の親さんにはこのまま仇に戻れって言われた。おやさんは俺が極道には向いてねってよ。あの人が俺を橘に預けたのは極道から足を洗わせるためでもあったんだ。それでもお前は組に戻るってのか。でもよ、ならせめて戻る先は風間組にすりゃいいじゃねえか。あんだけやらかした堂島組に復帰したら苦労すんのは目に見えてんじゃねえか。もう一回考え直せよ。いや、それが俺がするべき最初のけじめだって思ったんだ。え？俺はあの一件でたくさんの人間のけじめってのを見せつけられた。正直すげえって思った。極道だけじゃねえ、仇だって。マジで俺なんかまだまだだなって思い知らされた。はあ、そっか。でも俺もお前もまだ何が足んねえんだろうな。わかんねえ、わかんねえけど、逃げちゃダメってことかな。逃げずに頑張って、そして残った道がそいつのやるべきことっていうか、奴らみなそうしてたんじゃないかな。で、そいつを見つめるための堂島組復帰ってことか。ああ、今の俺にできるけじめのつけ方はそれしか浮かばねえ。でもなんとか踏ん張って、俺は俺の極道を行くさ。風間のおやっさんとは違う、俺だけの極道って
ってのをな。あれ？お前、いつもの一丁らは？ああ、この前これ見かけてさ、気に入ったんだ。おいおい、真っ白の方が良かったって。バリッとしててさ、それにそんなスーツ今時どうなんだよ。しかもお前らしくないんじゃねえか？らしくねえか。でもらしさってのは自分で決めるもんだろ。あのな、けじめ取るために復帰する組を選ぶのはまだわかるけど、スーツくらい人の意見聞いたって罰は当たらねえぞ。いや、俺はこれがいい。いやいや、じゃあさ、まだ黒でビシッと決めた方が。白も黒も気分じゃねえ。今の俺はこれがいいんだ。俺が決めた、これで始めたいんだ。わかったよ、知るか。じゃあ一生来てろ。ありがとうよ。なんだよ急に勝手に大人ぶりやがってよ。錦、俺お前にとんでもねえ借りをいっぱい作っちまった。なんだよ急に。一生かかってでもこの恩は返すぜ。何言ってんだお前。そうか、じゃあ飯でも食いに行こうぜ。お前のおごりで。おう。カムロ町で一番いい肉食わせるとこで。でもよ。どうした？今日はあんまり持ち合わせが。てめえ！てめえ！ほら行くぞ。いいな。なんだそのヘンテコなジャケットは。グランドで働いてた頃の控えめさはどこ行ったんだよ。ほっとけや。俺は決めたんや。何が正しくて何が悪いか分からんこの街で、誰よりも楽しく誰よりも狂った生き方したるってな。はあ、お前はもっと地味な男だと思っていたが、まあそれも悪くねえ。まあお前とは妙な体験しちまったが、これからは同業として陰ながら応援すんぜ。関西で暴れたい時は連絡よこせ。そんなもんいらん。できることならもうあんたとは死ぬまで会わんでいたいもんや。確かにな。まあお互い敵も多い身だ。
せいぜい死なないように頑張ろうぜ。あんたは死んでも死なんやろ。そうだな。ほな、またな。大きにやで、佐賀。は？何言ってんだお前。あんたは何があっても諦めへん。執着心の塊のような男や。あんたには諦めんことの重要さを教わったわ。俺も執着するで。真島五郎っちゅう男の生き方に。好きにしろ。あの世で待ってるぜ、マジマちゃん。はあ、ずいぶん早いお迎えだね。さ、俺も行くか。な。話くらい聞いてくれたっていいじゃん。ねえ、君らもお金好きでしょ。女の子だから得できるいい仕事いっぱい紹介するよ。しつこいです。いい加減にして。そう、カリカリしなさんなって。そうそう、お茶でも飲みながらさ。さあさあ。いた、やめて。あんたちょっとやりすぎじゃねえか。こりゃ障害っつんだぜ。落とし前つけてもらわねえとな。話なら聞く。その代わり私一人で。面白え。よし、お前は行け。待ってて、すぐに助け呼んでくるから。あんた根性あるじゃねえか。気に入っちまったぜ。話はホテルで手取り足取りじっくり聞いてもらいてえな。この甘い下手に出てりゃ息になりやがって。あ、兄貴。どうです、こいついい女でしょう。楽しませてもらってからビデオに撮りゃいい金になりますよ。そうだ、兄貴もお時間あればご一緒に。姉ちゃん、遊びはここまでだ。この人誰だと思ってんだ。あ、天下の魔人。え、君はここに。先生、でも。あ、先生。あ、あんた、誠さんに何する気だ。あ、違うんです。今すぐ彼女から離れろ。違うの、この人は助けてくれて。
いや、彼女は私の患者だ。なんや先生って、医者かいな。惚れとんのか。な、何？どうなんや。何を、急に。その原骨がそう言うとる。でも男が一旦原骨こしらえたら、そのけじめは取るもんや。どうなんや、先生。お前、彼女に指一本でも触れたら。喧嘩なら相手が悪いで。あんた人殴ったらあかん。それにけじめのつけ方は、喧嘩だけやない。けじめつけてくれや、俺のためにも。あんたの。ええからさっさと答えんかい。彼女はああ見えてついこの間までずっと目が見えなかった。だから彼女にはまだ周囲に慣れる時間が必要で。で、どないやねん。惚れとんのか、惚れとらんのか。愛している。医者としてではなく、一人の男として。俺は嘘が大嫌いやで。嘘じゃない。彼女に話したことさえないが。なら早言うてやらんかい。で、そばでちゃんと見とけや。しっかりせ。大丈夫でしたか？何かされたんじゃ。何も、全然平気です。そうか、よかった。あの人、悲しそうな目をしてたな。でも先生、あの人と何を話してたんですか？いや、あの、そうだ、今から少し話する時間ないかな。え、はい。Thank you.
全部終わったよ。もうだからゆっくり休んでね、お兄ちゃん。私ね、たくさんの人に助けられた。リーさんやキリュウさん、セラさん、本当にたくさん。でも一人だけまだお礼を言えていない人がいるの。ずっと一緒にいたのに、その人の名前も知らない。顔だっておぼろげにしか見てない。ほんとダメだよね、私って。お兄ちゃんがこんなこと言われても困っちゃうか。ごめん。私の、ありがとう。
よ。キリュウちゃん！